皆さんこんにちは、キムチチャンネルのウレッタです。今日はですね、いやそんなにすごい話にならないんですよ。なんか最近の動画って何もかもがすぐ重い話になっちゃいますよね。なんか本当はそういうディープな話が好きだけど、毎回毎回そういう重い話をするとみんながすぐ疲れるでしょ。こっちの返事も大変になるし、だから今日はたまたま普通に軽い話でもいいんじゃないっていう感じで、リラックス感たっぷりでリラックスあのライトチャット普通に話しましょう。リリもいるしね、いいよドレッタにとってまあいろんなわけなんですけど、丸々として日本は暮らしやすいと思いますか？いろんなコメントが来たんですけど、そうだよね。なんか毎日出かけて駅向かって、まあ、いろんな目に見られますよ。だからそういう本当にどう思われているのかっていうことが気になってて、なんか日本人からしてどういう存在なのか、外国人女性、まあ外見からしてもう普通に当たり前なことなんですけど、他にもアメリカ人、留学生、黒人女性、犬を飼ってるアラサーお姉さん、日本の会社で働いてる既婚の女性、いろいろありますよ。そういう重い話にならないように、今日は一つ目としてアメリカ人をちょっと見てみましょう。なぜアメリカ人は青なケーキを平気で食べれるの？え？どうしても理解できない現地人の感覚が2つある。1つは、シェイキにポテトをディップする。普通にシェイキをポテトにディップする？いや、しない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 。何これ。でもう1つはトイレにピンクのハンドソープを設置する。日本では安全を表す色は緑。初めてアメリカのトイレのハンドソープディスペンサーをプッシュした際、ようこそアメリカへって登場したピンク。あーでもピンクはあるね、絶対に。え、なんで？それって変なの？アメリカがピンクには健康というイメージがあるため、英語の In the pink of health、 いやそれはないと思う。普通に綺麗だろう。なんかバブルバースとかそういういろんな商品の中でなんかピンクの泡とかピンクの商品が多いかもね。あの赤ちゃん向けのシャンプーとかそういうものが、幼い頃からずっとピンクのものを見てきたんですけど、泡はピンクっていうイメージかな。次、ちょっと絞ってみましょう。どうしてアメリカ人女性露出多いなんで露出多いの？なんでだろうね。国によっていろんな見せたい部分があるんじゃない？日本だと多分足と、アメリカだとでお尻か上の部分だよね。なんかある程度これを見せないと女らしさが伝わらないっていうか、本当にみんなそうっていうわけでもないんだけど、なんか自分の My Best Features っていう風にみんながいろいろ出してるわけなんですけど、高校時代みんながすごい短いスカートとなんかチューブチャー、この分だけを抑えてる。暑いから風を感じるために、いやそれはない。モテたいから見せたい。なんでだろうね。逆に全部隠しても温泉が出るとすぐ裸になるっていうのはなぜですか？日本人、アメリカ人は服装を気にしない。何も着てないから気にしないっていうわけじゃない嘘嘘嘘。気にしてるよ、ちゃんと。ジャージーパンツとか T シャツとかそれだけで出かけるっていう習慣ですか？アメリカは広いよ、本当に。州によって違うんだけど、15、6歳ぐらいからもう免許を取れるから、そのまま家から車、車からコンビニで、そのまま帰っちゃうっていうのが多いから、別に頑張ってでメイクして、なんかそんなに遠いところまで行ってないから、普通に車の中で隠して車生活してるから、それはあるんじゃない？服装気にしない。気にする人は気にする。アメリカ人はなぜ歯が白い？歯が白いなの？私もよく歯が白いと言われるんですけど、歯がそんなに白いわけでもないんですけど、肌が白くないから歯が白く見えるっていう効果だと思います。真っ白じゃない肌をしている人が比較的に歯が白く見えるから、そのせいじゃない？次、アメリカ人はなぜ太るのか。これは結構多いね。なんか最近思ったのは、やばいことを食べてるわけじゃなくて、周りの友達がよく言うんですけど、ダイエットしても痩せられないっていうか、毎週ジム行っても太る。で何が違うかっていうと、多分薬を飲む文化が違うと思います。なんかいろんな理由で、例えば13歳ぐらいになってからもニキビ
を防ぐために薬を飲んで、いろんな種類の多様な薬があるからアメリカでは。で、それを飲んでからサイドエフェクトして、それが原因となって太る。医療の制度も一つの理由だと私は思います。計画、ワーニング、重い話になってる。いや、これはちょっと違うけど、アメリカ人は何を食べてきたかっていうと、だからいろんな民族、いろんな家庭、いろんな習慣があるんですけど、私のうちのファミリーではチキン、野菜、ご飯、1個のパンもついてて、一般的なアメリカのオーブンが大きいから、あのオーブンで作られた料理が多いと思います。丸ごとチキンとか、丸ごとターキーとか、丸ごと何もかもカッサロールとか、そういうグラタンみたいな感じ、そういうものが結構多い。次、アメリカ人女性平均身長、結構一般的だろう。私は165cm ぐらい、 5'5'5'10 だから、身長を気にするってことは背が高いと思って言ってるわけですよね。なんかアメリカ人としてどう思われてるっていうと、露出度が高い、歯が白い、背が高い、何か変なものを食べてるから太ってるっていうイメージがあるそうです。びっくりするほどステレオタイプではないんですけど、軽い感じで見てみたんですけど、これからいろんなトピックでいろいろ話ができるんですけど、こういうのはどうですか？最近の動画っていつも英語多くて、外国人向けにやってるような気がしてるんですけど、日本人で見てくれてる人も結構多いと思いますので、もしなんか知りたいことがあれば、普通に Google じゃなくて私に直接聞いてください。まあ個人的な意見しかできないんですけど、私はできるだけ私の知っている限り答えますでは今日もご視聴ありがとうございました。もしこういう動画が良かったら、いいねボタンを押して、これからどんなトピックを見たいかをコメント欄で書いてください。はい、では今日はこれまでです。 I'll see you guys next time. またねー。